ドクター風エクスペリエンスに展示されたソニックスクリュードライバーソニックスクリュードライバーはイギリスの SF ドラマドクター風に登場する多彩な用途を持つ架空の道具主人公ドクターが使用するターディスと同様に番組のアイコンでありスピンオフ作品ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズや秘密情報部トーチウッドにもソニックリップスティックやソニックブラスターソニックプローブ ソニックモジュレーターといった同様の道具が登場する。日本語版ではソニックドライバーと呼ばれる。ソニックドライバーは1968年のエピソードフューリー・フロム・ザ・ディープで導入され、2代目ドクターの期間中にさらに2回使用された。3代目ドクターと4代目ドクターの時期に人気の道具となったが脚本執筆で、 ソニックドライバーの登場に制限がかかり、1982年から登場することはなくなった。1996年のテレビ映画で簡単に取り上げられた後、2005年から始動した新シリーズで完全な再登場を果たした。ドクターの姿が変わるのと同様に、シリーズ全体を通してソニックドライバーには様々なバージョンがある。多くの場合は壊れ。 新型が導入される運びとなっている。ドクター全員がソニックドライバーを使用したわけではなく、5代目ドクターはザビジテーションでソニックドライバーが壊れたものの新たなソニックドライバーを用意していない。12代目ドクターは当時まだ少年だったダーレクの創造主ダブロスにソニックドライバーを貸し、一時的にソニックドライバーを持たずに旅をしていた。 ソニック機能の備わったサングラスであるソニックグラスを使用していたが最終的にはタービスから新たなソニックドライバーを受け取っているこの他にもドクターは数々のケースでソニックドライバーを他の人物に貸すか渡すかしておりローリー・ウィリアムズやカズラン・サーディック自分のゲンガーなどがそれにあたるまた12代目ドクターはリバーソングにソニックドライバーを渡しており これは10代目ドクターが彼女を救うために使うことになった。ソニックドライバーはその名の通りねじ回しにソニック機能を搭載したものであり、音を介して物体に働きかける。ソニック機能を持つ道具同士を至近距離で作動させた場合、ソニックブームが発生する。用途としては、施錠、会場やハッキング、スキャン、物体の再構築、破壊、信号の探知、 テレポート、懐中電灯としての照明などが可能である。ただし、デッドロックがかけられた物体には通用しない。また、木材で構築された物体にも通用しないが、数百年をかけて構造計算することで突破が可能となる。サイバーマットへビームを撃つ、ダーレクやサイバーマンに向けて攻撃するといった描写が見られるが、基本的には人を殺しも傷つけもせず、 ダーレックからも武器として認識されていない。ソニックドライバーはビクター・ペンバートンが脚本を執筆した1968年のフューリー・フロム・ザ・ディープで初登場した。それ以来二代目ドクターが多目的道具として使いシリーズを通して様々なバリエーションが見られるようになった。その能力と全体の外見はクラシックシリーズにおいても大きく変化を遂げている。 音波を使用して物体に対して遠隔の物理的な力を発揮することが名前から暗示されており、音を使って機械を解体する、ロックを解除するなど、二代目ドクターの時期に名前の示す通りの機能を示した。さらに、1968年のザ・ドミネーターズのエピソード5では溶接具として使用されている。ソニックドライバーは1968年に1回、 限りの道具として提案されたとマイケル・ブライアントは主張している。三代目ドクターの時期にはソニックドライバーが作中で万能な道具になるべきではないと制作葬式バリー・レッツが強く主張し脚本家がソニックドライバーに過度に依存しないよう制限を設けた。この間にソニックドライバーのデザインは大きな変更を受けた。C ・デビルズではドクターがソニックドライバーを用いて 地雷を起爆しており、マイケル・イー・ブライアントは、音波で地雷を揺らすことで可能にしたと説明している。1972年から1973年に、かけてのザ・スリー・ドクターズでは、ソニックドライバーはほとんど確認できないが、先端部がプラスチック製の赤い玉でできたユニークな一回限りの小道具であった。バリー・レッツは小道具の厚みが、実際のドライバーからかけ離れているとして、 劇中で実際にドライバーなのかとジョー・グラントが尋ねるシーンを用意した。オリジナルのソニックドライバー用の小道具は1973年のカーニバル・オブ・モンスターズの撮影中に紛失し、残るシーズン用の新しい小道具を作る必要が生じた。ところが放送の順序と関係なくシリーズは制作されており、ザ・スリー・ドクターズは カーニバルの後で撮影されたもののその前に放送されたため、ソニックドライバーはずっと新しい形状を維持する前に、ザ・スリー・ドクターズの直後のエピソードで一旦以前の外見に戻っていた。4代目ドクターの時期の最初の3年間は、制作葬式、フィリップ・ヒンチクリフが、さらにソニックドライバーの使用を削減していた。バリー・レッツが葬式を担った最後のストーリーである。 ロボットでの地雷の爆破とソニックランスとしての岩の切断が例外である。扉の会場は別としてソニックドライバーは4代目ドクター機の第2シーズンと第3シーズンでは大幅に使われなくなった。1977年にグラハム・ウィリアムズが制作葬式を引き継ぐとソニックドライバーの復活が見られた。シーズン15のフィナールでは4代目ドクターが ソニックドライバーでも私を追い出すことはできないと認めている。シーズン16は時間の鍵をめぐる物語が展開され、ソニックドライバーは常に取り上げられていた。四代目ドクターのコンパニオンであるタイムレディのロマーナは、ドクターのソニックドライバーに似た自分のものを作った。ドクターのものより小型で滑らかな形状をしており、ドクターは、 彼女のソニックドライバーを気に入って交換しようともした。シーズン18では、脚本家、クリストファー・ビット・ミードと制作総式ジョン、ネイサン・ターナーが可能な限りソニックドライバーの使用を控える意向でいた。5代目ドクター機であるシーズン19の後半、ザビジテーションでソニックドライバーは退場した。ドクターが細胞を確保するのを防ぐために、 テリレプティルがソニックドライバーを破壊し、ドクターは古い友人を殺されたようだと悲しげに語った。これは制作葬式ジョン・ネイサン・ターナーがソニックドライバーを退場させる指示を出したからであると2005年の DVD インタビューでエリック・サワードが説明している。サワードはターディスの中にソニックドライバーがいっぱいに詰まった食器棚があると信じて脚本を執筆した。 どんな状況でも便利な機器は脚本に大きな制限がかかるとして、ネイサン・ターナーはソニックドライバーを再登場させないことを決定した。5代目ドクターがソニックドライバーを失ったことを10代目ドクターは揶揄しており、彼を手ぶらになった。私はドクターだ。やかんと紐で宇宙を救える。と発言している。クラシックシリーズの残りのエピソードで、 ソニックドライバーが登場することはなかった。1996年のテレビ映画版ドクトルフーと2013年のミニエピソードドクターの夜では、7代目ドクターと8代目ドクター及びードクターがテレスコピックメカニズムの備わった新型のソニックドライバーを持っている。先代のソニックドライバーと類似するが持ち手に金あるいは新中製のバンドがあり、そこが平らで、 出力部の先端が赤いといった違いがある。ソニックドライバーを持つ10代目ドクターとダーレクのコスプレ2005年からの新シリーズでは音を出しつつ、青色の光を放つソニックドライバーが登場し、主に9代目ドクターと10代目ドクターが使用した。ソニックドライバーは非常に破損しやすく、 ガング職人アラスデアは新たなソニックドライバーの模型と金型を制作するようシリーズの制作陣に依頼されている。持ち手は銀色であったがシリーズ4からはクリーム色に変更され最終的に破損するまではこのバージョンが使用された。ソニックドライバーを万能な道具として使うべきではないとしたネイサン・ターナーとは対照的に新シリーズの制作葬式ラッセルティ・デイビスは ソニックドライバーへ多数の機能と電話を与えた。ただし、戦術のデッドロックシールや木に対し通用しない設定も加えられた。操作はボタンを押すことで可能である。10代目ドクターが病院の X 線装置の出力を増幅させるために使用した際にソニックドライバーが燃え尽きてドクターは悲しむことになったが、劇中終盤で同型の新しいソニックドライバーが手に入った。 なお、これは戦術の柄が、クリーム色のソニックドライバーの登場よりも1シリーズ、前である。2010年から2015年のソニックドライバー10代目ドクターが、使用していた、ソニックドライバーは11代目ドクターが、アトラクシの船へ信号を送ろうとした際に破損し、彼は生まれ変わったタービスの制御盤から、新たなソニックドライバーを受け取っている。11代目ドクターのソニックドライバーは、 以前のものよりも大型であり、光は緑色で、手首を振ると先端部が展開する。ドクターは、幼少期のカズランサーディックのために飛翔性の魚類を呼び寄せようとソニックドライバーを使い、その半分は呼び寄せられたサメに捕食された。残された片方は、カズランが老年期まで保管しており、自己修復能力でサメを再び呼び寄せ、大気に止まっている雲を無酸させることに貢献した。 サメに飲み込まれなかった断片は、カズランがそのまま所持し、ドクターは今後オリジナルのソニックドライバーの複製品を使って旅をすることとなった。エイミー・ポンドがテスセレクターの中でソニックドライバーを使用する際、このバージョンはセッティングをする代わりにサイキックインターフェースを介して動作し、使用者は基本的にボタンを押すだけで考えている操作が可能と説明されている。 同エピソードではソニック機ンと呼ばれる類似の道具が登場した。50周年記念スペシャルに先駆けたミニエピソードドクターの夜では8代目ドクターが2度ソニックドライバーを使用している。これはビッグフィニッシュのオーディオドラマで数多く使用されたアップデートされたスチームパンクなものではなく以前に伸縮性のドライバーをテレビ映画で使用したものであった。 50周年記念スペシャル、ドクターの日では、ウォードクターがもう一つのバージョンのソニックドライバーを使用している。デザインは、かつて4代目ドクターが使用したものに類似し、リングと先端部の突起は取り除かれ、赤い光と基部の大きな赤いダイヤルに置き換えられている。エクセル展覧会センターで2013年11月23日に、このソニックドライバーのバージョンが公開され、 ザ・ザ・ドクターズ・ソニックとしてラベルが貼られていた。このソニックドライバーは同エピソードにおいてそれぞれのドクターが使うソニックドライバーはすべて同じソフトウェアであり、ウォードクターが数百年に及ぶ計算を開始して11代目ドクターが完了させるという描写をもたらした。これは劇中でダーレクの攻撃から故郷がリュフレイを救う作戦の根拠の一つにもなっている。 地雷腹に囚われた少年を目撃した12代目ドクターは音響通路を作り上げて彼とコミュニケーションを取るが、少年の正体が幼少期のダブロスであることが発覚する。彼は少年を見捨てて、ソニックドライバーを置き去りにし、後にダーレックの光線銃で地雷を処理して、ダブロスを救出した。 これ以来ダブロスがソニックドライバーを所持し、ドクターはもうドライバーを持っていないことをクララ・オズワルドに伝えている。この時にソニックドライバーは経年劣化していた。2015年から2017年のソニックスクリュードライバーダブロスにソニックドライバーを渡した後のドクターはソニックグラスを代わりに使用していたが、後にタービスが新たなソニックドライバーを作成した。これは 金色と銀色の装飾が備わった青色の棒であり、上半分は脳型対応なす。初めて使用されたのは2016年クリスマススペシャル、リバーソングの夫であり、同エピソードではソニックグラスも使用されている。スピンオフシリーズであるクラス、クラスにおいても、シャドウ族を撃退し時空間の裂け目を閉じるために使用されている。十二代目ドクターが勤務する大学のオフィスの 卓上にはこれまでに登場したソニックドライバーの全ての複製品が置かれており、ナードルは5代目ドクターのものを使ってダーレクの侵入を阻んでいる。2018年以降のソニックドライバーを持つジョギウィテカー13代目ドクターは再生の際にソニックドライバーを失ったが、追無者の移動カプセルから回収したオレンジ色に輝く機器と金属の廃材から彼女は 新たなソニックドライバーを作り上げた。シェフィールドの鉄でできていることを誇る描写がある。クラシックシリーズでは多用されていなかったため、クラシックシリーズのキャストや制作人の間では、新シリーズでの頻繁な登場を対し、否定的な意見も見られる。クラシックシリーズの脚本編集者、パトリック・カートメルは、もし番組に復帰するとすればまず、ソニックドライバーを、 番組から取り除くと主張している。7代目ドクター役のシルベスターマッコイも、また、新シリーズのドクターが、ソニックドライバーに頼りすぎであると批判している。ありがとうございます。